お願いします。わかりました。ショットガンなんて使うんですね。ショットガン、あのね、結構ね、カジノは室内戦になるからショットガン強いと。あとね、ショットガンはね、警察めっちゃ怖がってるから、はい、音鳴らすだけでもショットガンいるって言って警戒すんの。あ、それだけで強い。そうなんですか、うん、俺、ちなみにカジノヘイスト初めてですわ。いいね。大丈夫大丈夫、まず回収お礼で、ガレージが強い、ね、ユニオンしてた今。正面がアマクサ六角でダークボストニー。正面ダーク、俺と六角だけ大丈夫かな、正面で、ね、それかもうダークなしで全部守るか。でもこれ時間の問題で多分出れるとか出れ目になっちゃうかな。 B あるからさ、あのきついから B やっても、まあ、出る場所が2か所で指定されてるから、はい、ありがとう。つまり理覚するとしてダイヤモンドを渡すのは千代やから、千代はガレージとかにいてほしくて、ガレージを出るためにそのガレージ出やすくするラークの人は欲しいかな。絶対ガレージを見張る人は欲しいですね。ガレージは最初開けないことでいいじゃん。後半出るときに千代はダイヤ持って出るときに開けてもらう。オス、それトニーとか出るときに開けてやったほうがいいよ。じゃあもう前頭ので理覚で逃げるってことでいい？うん、オッケー。で、今一応あのあれやってて、ユニオンやってて結構激しい。ユニオン中なの今？うん。え、じゃあもうやったら、え、みんなどこなの？早めに集まったほうがいい。みんなオッケー、じゃあ行った。カジノとりあえず集まって。よし、 S もいました。ついてくさせてるからいけるよ。もうこの入ってこのエリアだけ守ります。で、ここ、はい、いや大丈夫、3人でいい、3人でいい。警察来るのはこのドアだけから、このドアだけ、はいはいはい。で、今回ショットガン持ってきてる？ショットガン持ってきてます。どっち、どっちがいいですか？トナカイ、準備まだの人教えてほしい。場所どうしよう。トナカイさ、ここにする？ここ、あ、このこっちでしょ。オッケー。じゃあシュゴロカクはここから撃ち合うんだけど、はい、左右壁だから言ったら撃ち合うの、はい、ちょっと不利なのよ。はいはい。だから、ま、前まで上がってきて、はい、このラインまで来る、はい、来たらあのショットガンで撃つみたいな感じでいてくれればいい。わかりました。引き込んで撃ち合う感じで。オッケーです。前通るよ。ここ結構死ぬポジションですか？ね、顔出すと死ぬ。はいはいはい。あのもう本当に、あ、そうそう、それぐらいでいい。うん。誰、俺ここいる。オッケーです。最初俺前目で見とくわ。ショットガン、ショットガンじゃねえ、あの前の状況見るわ。もう薬飲んでいいっすか？まだ、ね、パトカーの音が聞こえたぐらいで A 飲んで、はい、あとはまだで、あの指示あるまで飲まなくてもいいかも。 B も全然飲まなくていいっすか？ B とかはね大丈夫まだ。はいはい。多分指示あるまで A 以外は飲まないと思っていいよ。しごろかくね、そこ壁貼り付ける位置1個あるんだけど、はいはい、反対側からめっちゃ足見えるから引きつかない方がいい。じゃあもう体完全に隠した方がいいですね。そうそう、そこは結構内側まで入ってきてショットガンでクロス組む感じね。あとしごろかく、ちょっとそのドア入って下降りたところの内部構造だけちょっと見てきていいよ。手前取るわ俺。これ俺1個目取ってるから、それ取ったらその部屋入るわ。もう一回いいですか、トナカイさん。あ、俺がわりかし大事なポジだからね、大丈夫よ。 OK です。いや、あのシビアなだけ。しごろかくは中まで来たやつとショットガン倒すって感じのイメージ。じゃあこの横から心の目でシビア。トナカイと俺で任せてもらって、詰めてきたら撃ち合う感じ。オッケーです。じゃあ視点だけ見ときます。体隠して。さ。はい。チームは最後任せる。え？え？歪みか。え、ダイヤって全部で60個？60。え、持ってる？屋上空いてるよ。歪みで20個補填しなあかんかもこれ。いやもうそっちは取った。え、屋上に警察降りたよ。全部の棚と一つの部屋から2つ出ることあんの？一つの部屋から2つ出ることあんの？ないよね。これ歪みや。20個補填するわ。オッケー、理覚する。パトカー来た。引っ掛けると気をつけて、ワンチャンいるかも。駐車場の方にパトカー1台とパッチを。うわ、俺開けて大丈夫？前頭 のところ。いや、だから逃げるとき開けた方がいいよ。もう逃げる。 今から逃げようとしてんの？うん、ダイヤ理覚する。いや、今もういる前に。もう無理？ちょっと待って。OK。は
入ってきてない？入ってきてないけども正面ヘリとパトカー1台ずつ。ジロー、okay. そろそろ開けていいよ。OK。タイミング俺が教える。開けた。ここから出る。あのシャッターの方向かう。正面いつも入れるようになったこれ。今から出て、今から出て。助手席に乗って。S 助手席乗れる？ボス10秒かかる。出て出て。S も無理？俺が助手席？あ、回収回収無理になったもういいわ。行って行って行って。めっちゃヘリ止まってるめっちゃヘリ止まってる。前頭のバレた。見えるわ。追ってる？追われてる？うん追われてる。いやバイクバイクやから逃げるわ。正面は2人かな。了解。前頭の愚痴さきつそうだったらしいで。オッケー。もうガレージの方から入ってくるかもしれないよ。それカバ欲しい。カバ欲しい。まだ下がっていいよ。カバするカバするカバする。めっちゃ来てるめっちゃ来てるめっちゃ来てる。入ってきてるっすね。 OK。 正面走行車正面来て、あ、ちょ、ガレージ来てガレージ来てガレージ来てる。ガレージ攻めてきてる。来てるガレージ来てる。かけるね。ドアガレージやべえかもこれ。2人来てる。これ正面とガレージ押されるのきついな。ずっと耐えてて。はい。最後金庫前まで下がってきても大丈夫よ。これ挟まれてる正面側。もうこれさ、正面もさきつかったらさガレージ絶対挟まれるから俺たちさ、ワンチャンス全員下がった方がいいねし。チオどうなん今。俺ヘリに追われてる。ヘリとパトカーが追われてる。PYC の方 PYC の方。オッケーオッケーオッケー。組さ、正面組さ、もうさ全員近いかね。これ多分近い。金庫まで来てほしい。正面組。これ金庫行こう。金庫行こう。絶対正面押さえられない俺たち。オッケーオッケー。下がるよ。あれカバンが下がってる。二人とも。PYC PYC 向かう。待って俺グレ投げるわそれ。てさ乗せてほしいボス。そのタイミングで走るね。ヘリ来てるよ。PYC で走らせよ。しばらくついてきて。PYC いるよ今。ヘリ走るよ。大丈夫？ここまで金庫まで行って。しごろか、下行こう、下俺と今、しごちゃん今、金庫まで来た。オッケー、俺ちょっと金庫の方行くよ、撃たないでね。めっちゃ詰めてきてるね。二人ともそこからブランドショットでカウンターから。オッケー。トナカイ？オッケー、トナカイダウンね。なんでガソリンないねん。正面走行車正面来て、あ、ガレージ来てガレージ来てガレージ来てる。挟まれてる正面。もうこれさ正面もさきつかったらさガレージ絶対挟まれるから俺たちさワンチャンス全員下がってもいいねんし。チオどうなん今。俺ヘリに追われてる。ヘリとパトカー頑張って逃げてる。PYC の方 PYC の方。オッケーオッケーオッケー。いいよ。あれカバンが下がってんかいとも。PYC PYC 向かう。ガソリンがなくてさ乗せてほしいボス。そのタイミングで走るね。ヘリ来てるよ。 PYC でヘラシロ。ヘラシロ今。ヘラシロ。で。乗った。死んだ死んだ。俺死んだ。わあ強制迷走。だる。それはちょっと違うわ。ディはいいとこやったのに。これはさあそれはちょっと違うやん。ガソリンないのも意味不明やし。なんでガソリンないねん。ごめんナリエル強制迷走。俺ボス逃げれてそうやった。あボスも強制迷走だ。あじゃあこれどうする。いや逃げれてたのよね多分。うんうん、ただ俺薬の効果とかも全部なくなっちゃって強制迷走で今サーマル打つんのよね。仕切り直しにしても。じゃちょっと一旦新アジトでいいか。ごめん今どういう状況。
前でこもってる。オッケー。でトニーがダウンして今金庫前を3人で固めてる。どうしよう俺。ごめんボス、俺もさ強制瞑想食らって今ナリエルに起こしてもらってんけど、 B の効果とか全部消えてて、どうすればいいんだろうね俺。ちょっと一旦警察に電話するわ。オッケー、お願い。いやもう何もしないですけど、俺の横に乗ったらいいんじゃない。一応さ、そのあれ避けだけさせてほしいよね、サーマル避けだけ。ああ、それが消えちゃってるから全部。そう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 。ああな、それその目視で追いかけてたからさっきから。うんうん、父ちゃん、定期的にだから同じ状況作って再開でいいと思うぞ。了解。じゃあ俺はもうダウンしちゃってたから、うん、何もせんから。まあ状況的に多分もう結構さっきユニオンとかも起こったけど、そっち側で対応した人も戻ってきたから、まあ応援来ないって状況であるね、ヘリと皇帝だけで。オッケー、皇帝殺せばいいって話か。そうやね。皇帝殺せばいいって話じゃないこれ。いや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 、皇帝殺したら終わりって話じゃない。いや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 、え違うの。いや全然全然。え、でも合ってるじゃん、皇帝殺したら終わりやん。いやそんなことないよね、まあ3人いるからヘリに。ヘリに3人乗ってる。ああ、どういうこと。マジで意味わからん。はーい、飲んだ。ちゃんちょっとでも銃なくても見えたら、さっきの同じのな、ははっ、あの、なんかなんかなんか同じ距離感で頼む。ドア開けるときは撃っていいよ。待って OK です。はい、さ曲がらないんだよね。これ地下行くしかないよね。だからそもそも車が曲がる。あ、強制。わあ、ふざけんな、俺も強制瞑想やわ。天丼得て。強制瞑想？もう無理やってこれ。じゃあ、これ俺らもボスもしてるからこれ。これ多分無理。ガレーをガクガク許せねえよ。どうする？俺らもさ、俺はダウンしたけど、ちょっと離れん。ボスもカバーいけへんのよこれ。ちょっともう離れん、ちょっと遠い場所で始めん。そうね、もう一旦体験迎えに行ってくる。オッケー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 。もう帰ってたか。なあ、じゃあどうするこれ。指名手配だけかけさせてもらって、うん、ここはもう逃げ切れたで肉でもいいぞ。もう多分ラッチ開かない、強制瞑想が。ちょっとそっちの方がいいかもしれん、もしかしたら。いやまあでもこれしょうがなくない？もう誰も悪くないやん。まだあるもんね。来た、帰ってきた。でもこれミスってるな。来た来た来た。なんかさ、オルカも強制瞑想言ってたらしい。どうする？マジでどうする？これ。じゃんけん決める？リブじゃない。え？じゃんけん？あ、なんだ。じゃんけん？じゃんけんは嫌なのか？打ち合いする？打ち合い？うん、打ち合いでいいよ。打ち合い？あー、コジー、こんにちは。コジー助けてくれ。コジーなんですけど、まあ最終的に打ち合いなのか、打ち合いでいいよ。ちょっと、うちの子が怯えてるんで赤色灯だけ消してもらってもいいですか？すいません。はいはい。打ち合い誰がするの？ん？じゃあこっち、その追いかけてたメンバー3人だ。え？いや違う、全員？全員？違うじゃん、強制瞑想じゃん。あら、そっか、横にいるのはもうダウンだから。そうよ、そうよ、ボス一人よ。さすがにじゃない、それ。うち3人残ったんですよ、まだ。全員で打ち合いするの？1対1対1で。1対1繰り返しでいいんじゃない？ありがとう。いや、そうですね。強制瞑想の結果どうするか。持ってかしようか、じゃあ、全員分。打ち合わせ中。じゃあまあ、可能が、1対1するってことで。ハノが？え？体験が？体験ですよ、私、ポテさん。ああ、なんか得意そうな顔してるよ。いやいやいや、一旦さ、こっから離れない？ちょっと怖いもん。そうだな。もう嫌だ、後ろに通せるぞ。怖いしって言ってやる。持ってないです。持ってました。行くよ。頑張れ、ポテ。よーい。左側の縁に何か見えたら速攻撃って。強いよ。了解です。え？大手はいつも弱いな。じゃかわいそうに。救急隊が来てくれるから、大手は救急隊に預ける。かわいそうに。こいつ！かわいそうに。おい、覚悟しろ！あの結構拾ってやる！
あそこに血痕があるぞ、犯人の。拾え、締めて入るわ。ほう、ここにあるぞ、締めて、体験、ここに締めて、ここ、ここ、ここ、この血痕、この血痕。これ、これ、これ、拾え、拾え、拾え。よーし、そう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 。え？じゃあ帰るね。ありがとうね。今の中と同じ状況？金庫前で4人で耐えてます。オッケー行くわ。最初ぐらい10個ぐらい耐えてます。俺は言ってええやん。うん、全然いい。じゃあそうなるからあれだよね。早く終わらせたかったのよね、この下りを。黒カックル持ってる。そうなんだよね。はい。相手が投げてきてる。気をつけて。了解です。角度的に俺らがいるところまでは入んない。けどドアの左側に張り付いてブラインドだったら入る。だから定期的にドア打って。はい。翔ちゃんドア打って。ドアの左側の縁に何か見えたら速攻打って。張り付かれて投げられると多分俺は死ぬ。了解です。止め。良さそうでしたけどね、グレーどうだろう。今中と同じ状況？金庫前で4人で耐えてます。オッケー、行くわ。タイプグレー10個ぐらい投げてますもん。残りグレー1個。4、5、6かグレー持ってる？ダイス。オッケー。これもない。了解。ラスト1個。いるいる。いた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 。死んだか？なんか見えないですね。出血はしてるっすね。オッケー。これ一瞬だけさ、顔出してさ、撃っちゃってみてもいいよ、あれ。自分っすか？いや、俺が。前出て。やめた方がいいかな。行ってもいい、行ってもいい、行ってもいい。オッケー。ちょっと4、6角撃って。俺どこにいるの？行くなら俺、アンバクさんのポジ変わる。オッケー。たぶん、4、6角バーって撃って。じゃあ、金庫前で耐えてます。ダレールは？今、ガソリンがなくなったので、ガソリン入れてます。正面から入れるかわかんないんだよね。了解、ちょっとこの後が正面見に行きます。え、先輩、俺のポーチ入った？お前、歪んだ俺。一瞬補填行くわ。やばい、歪んだ。え？瞑想しなきゃいけない歪み？ちょっと待って、誰もいなくない？うち。え？あれ、中組俺以外全員いない。強制瞑想？ボス、中一人っす、俺。もう、なんなん、今回。はい、見に行くの、やめ。一旦強制瞑想待ちでいいんじゃない？オッケーっす。了解です。じゃ、見に行くのやめときます。なんか今日すごいね。一旦伝えたら強制瞑想中って。了解。警察の人すまん、中のやつが全員強制瞑想した俺以外。ちょっと待ってくれ。レッサンがヘリ乗って上にいるかも。ダメっぽい。外の警察聞こえるか？警察聞こえるか？外の警察聞こえるか？外の警察聞こえないっぽいわ。電話しようか。いや、大丈夫。帰ってきてるみんな。一人耐えてる。大丈夫。強制瞑想でした。おやり。どんな状況？強制瞑想でした。戻りました。俺だけ生きて耐えてる。くれくる。あと S か。S も強制瞑想っすね。3人同時に強制瞑想いったね。無線入って。一旦現状維持。撃たれすらしないですね。階段の状況見れるんですけど、階段に3人グレ持ってる。これ詰めてくるかも。気をつけて。
めてくる、詰めてくるよ、トヨ。天草変われる、俺ブラインドできねえ、なんか。あ、できるできる。ショットガンで撃ってるな。変わる？カットしてごめん、ブラインドできねえ。ボス？ボスダウン？ボス？ボスダウン了解。チオはどんな感じこれ？あ、俺もうダウンしちゃってるから参加できへん。あ、そうだ、OK。は？アマクサダウン、アマクサダウン。嘘だろ、マジか。それ届くか。いい、私にご装ちょうだい。はい、私、渡します。よし、あ、はい、あ、これ、俺、持ってくわ。あ、持ってきます。持ってくる？オッケー。うん、木本、天才すぎるだろ、今のスライディングか。一本取られたね。あのスライディングって、ドアの中入ってた後にスライディングした？入ると同時ぐらいかな。あー、うまいね。これバックスライディング付き合う方がいいな。あれもう無理やな。スライディング来た瞬間全員スライディングすればいいんじゃん俺らも。そうそうそう、多分そうだよね。でそれをやったらまたスライディングするみたいな。だからスライディングの勝負だ。みんなで、みんなでサッカー、ね、サッカーしよう。キモセンの頭でサッカーして一旦最後に立ったやつが勝者。もう、まあ、正直キモセンのスライディングの芸術性の高さにはびっくりだったんだけど、シンプルにその俺が見てたあのポジションあるじゃん。はいはい、あのポジションで打ち合う人がいなきゃダメだったかも、俺が死んだ後に。もしかしたらその結局詰めてくるタイミングかどうか分かるのと、でもスモークやられたら終わってたのよね。うん、スモークされたらあそこにいたらきついじゃん。スモーク来てもあそこに、スモークされたらむずいんだろうな、まあ、正直キーモットのスライディングがなければワンチャンあったかも。あれはでもうまかったな。交換で一発やられた。大丈夫？まあどっかのタイミングで詰めるっていう選択を取るべきだったのかもしれない。スモークに紛れて俺ら見た人数8人ぐらいいたぜ。あ、ボスが来るタイミングでも詰めるしかなかったな。あれ強制瞑想何があったの？あれはみんな強制瞑想して、俺と S と、あの六角が強制瞑想、強制瞑想して俺だけになったけど、警察側は誰も強制瞑想なってなくて、あのでだからしょうがないから前目行って永遠と打って時間稼いで。え、事情はあっちも来んの？事情、いや言ったんだけど多分あそこ音聞こえなくて、ドアの向こう側に。バチバチ打ってくるから俺マジで混乱した。俺戻った瞬間にマジで怖かったよ。 いきなり後ろ向いたら誰もいないの。だって目の前に敵来た瞬間にでしたもんね。そうそう、で俺歪んだと思って、自分が別世界行っちゃったと思って、はいはい、補填部屋行って帰ってきたけど誰もいなくて、あんな初じゃない？え、警察もいないんかなと思って廊下見たら、キーモットが全然ショットが打ってるし、詰めてくるキーモットが見えた瞬間に強制瞑想入ったよね。うん、そうですそうです、なんか扉の前に来た瞬間に全員で強制瞑想でしたね。あれやばかったな。マジで焦ったっす。キーモット入ってきてたの？いや入ってきてない。天草があの扉の前で耐えてた。俺見た時明らかに入ってきたんだよ。でも目の前にいましたよね。前扉の前ぐらいにはいたっすよ。キーモットが前まで来てカバーしてほしい、ダダ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 って打ってキーモット下げ出して裏見たら誰もいなかったの。えぐいなあれ。俺もう怖すぎた。歪んだんだと思った、マジで自分が。まあそうだな、まあ、強いて言うならスモーク出たタイミングで前目詰めに行ってワンキル取りに行くか、その出てすぐのさところでくぼみあるじゃん、スモークのタイミングであそこに入って、 あそこからだったらあのグレのブラインドがちょうどあの踊り場あたりに入るから、それでワンチャン狙えたかもね。それはありかも。うん、まあでも結構攻めてるけどね、それ。まあでもこうなる展開になるくらいやったらっていう話よね。うん、途中なんかちょっとあのスモーク合戦になった時に、いややればよかったな。いやアクションをね起こさなすぎたのが、1回ぐらい木中入ったらよかったな。木中入るのありだなって思ってたんですよね、1回ぐらいは。アクション起こさなすぎたのがまずかったかも。結局先手取られちゃうから相手にアクションのタイミングで。そうやな、ジリビンやったな。
最近のボクソのグレー、いや俺のあのグレーはもうマジわかんない、ね、お尻開けただけあれ、ちゃんと離れてて、よしここまで離れれば大丈夫って思ったら、ケツやから大丈夫やろって思ってみたら、ボーンってぶっ飛んで、ってなって、全然死ぬとは思わなかったっすよね、あれね、マジで思ったより広かったな、ひどすぎるあれは、許せん、当たるんよ、すぐ投げられない分、やっぱりパイプグレードは爆破の風、爆風が結構ちっちゃいかな、うん、ちっちゃい、うん、ダメは取れてたと思う、おそらく、ただ吹き飛んで死んでないと思う、あの距離だと。グレーで死なないことあるか、あるあるある、うん、丸あのね、丸グレは結構爆破範囲全部がフルダメージだけど、パイプグレはね、なんかなんて言うんだろう、二重丸みたいな感じのダメージ判定になってて、うん、真ん中の直線の円だったら死ぬけど、それ以上広いと反射みたいになる。あグレを過信してる癖して、グレを怖がってなかったところが俺の今回のあだだった。もうなるほどな、うん、かっこいい反省の仕方ですね、強さに誰よりも気づいてるのに甘えてたみたいなことですよね。そうそうそう大いなる力には大いな責任が伴うんで責任が伴うな。そうだな、やっぱ。いやグレはうまくは投げれてた、永遠と中間できたし、うまかったマジでうまかった、うんうんうん、時間取れてたし、多分ダメは取れてると思う。聞きてー、警察に当たってましたっつって、うん、血出てたってこと当たってんじゃないの。いや血出てるかどうか分かんないけど、もう見えた瞬間に投げてて束縛だから、多分爆風に入ってると思うんだよね。それか爆風にさ一人おったよな、判定がワンチャン階段だと段差がちょっと上がるから、もしかしたらそれでそのパイプグレって下で爆発するから、丸グレと違って、そう範囲的に微妙いのかもしれなくもないなと思った。天草さん、 俺が入ってた右側のポジションあるじゃないですか、うん、あれなんか頭見えてたらしいんですけど、いる場所が悪いってことですか。いやあのポジションはしょうがない、頭見えちゃう。あそこは見えちゃう、ね、角度的に若干見えちゃうから。ああもう体出す前に撃たれて死んじゃったんで。そうね、多分ね、ブラインドショットっていうか、ね、そのキーモットが入ってスライディングで入ってきたタイミングで奥側から入ってきた人が頭見えて撃ったから、いやもうスライ入ってくる前にスモークの中から多分一発ポンでした、入ってくる前でしたもん普通に。ねスモークって多分、ね、人によって若干見え方が違うんで、揺らぎが、はいはい、あっちから見える部分があって頭見えてなってたと思うから。なるほど、その奥に空間があるじゃない、それこそだから木バッてやって奥に行って奥から撃ってくることもできちゃうから、うん、まあもうスモークやられてあのポジションにいるんだったら、そのショットガンを撃って牽制をするぐらいしか正直対処法はない。なるほど、それが怖くてグレ投げたんだけど、グレなくなっちゃったからもうしょうがないね、はいはいはい。